客様に東西線運転再開のお知らせです。東西線は21時9分ごろ、葛西駅で人身事故のため運転を見合わせていましたが、21時44分ごろ運転を再開し、ダイヤが乱れています。ただいま東京メトロ線、都営地下鉄線、JR 線、京成線、小田急線、西武線、臨海線、つくばエクスプレス線、北総線に振り替え輸送を行っています。お急ぎのところ、ご迷惑をおかけします。Attention please. Operation on the Tozai line fully resumed at 9:44 p.m.乘客们请注意，东西线在下午9:44左右已经全线恢复运行。안내말씀드리겠습니다토자이선은9시84분경에전노선운행을재개하였습니다